はい、コツの大趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。はい、今回ご紹介するフィギュアはこちらです。じゃじゃん。はい、やっと手に入りましたよ。はい、僕のヒーローアカデミア、危ねえ、噛むとこだった。I'm ready から、D 賞、ホークス、マスターライズ、はい、こちらの方がね、やっと手に入りました。はい、いやー、なんだかんだ時間かかったな、手に入るのまで。いやー、結構ね、自分の、予算内に入ったんで、購入しました。はい、なのでね、今回はこれをね、開封して、見ていきたいと思います。では早速ね、袋の状態見ていきましょう。はい、箱から出してみました。はい、袋の状態こちら、まずね、台座ですね。はい、透明の台座。はい、そしてホークス本体。はい、こちらは胴体は、ワンセットですね。普通に、分割されてはいませんね。はい、はい、で、肝心なのが、はい、羽、めちゃんこでけえ。これめちゃんこでけえんすけど、うわー、これでっか、やっべえ、棚がこれはある意味かさばる。嬉しい悲鳴だけどさ。はい、はい、はい、こんな感じでね、はい、もう羽の割合が多いよ。うん、はい、では早速ね、組み立てて見ていきましょう。はい、開封しました。はい、羽もつけましたので見ていきましょう。こちら、私が来た、でっけえ。もう思ったよりめちゃくちゃでっけえな、これ。羽がすっごいな、これ。うわ、めちゃくちゃでけえよ、これ。なんだこりゃ、あららら、すっごいわ、これ。でかっ、これは本当に今回の一番くじ当たりだな。いやびっくら。で、台座もね、やっぱ結構かなり重いんですよ。なのでダボ穴2つに、足をね、かなり、ごっついかかとみたいな、こんなハイヒールみたいなね、うん、台座、これじゃないと多分、うん、支えられないだろうね。重いよ、これ。いや、すっげーでき、はい、いや、ホークス似てますね。いや、いいよ、似てる。髪の毛の造形とかもほんとこれ抜かりないね。こうね、ちゃんとなんかグラデーションになって、服とかの造形もこれは本当にね、一番くじレベルかっていうぐらいの出来ですよ。で、このズボンもまたね、こういうちゃんとシャドウが吹かれて、うん、着古した感があるね。で、ブーツいいね、この
ブーツが足首が細くてね、こうブーツにがはまってる感じ、よく再現されてますね。でも羽はね、もうほんとシャドウも吹かれて、それがグラデーションになってね、すっごい綺麗に塗装されてる感じ。いや、これは予想以上だぜ。はい、いや細かいところまでシャドウ吹かれてんな。これで、このゴーグルみたいなのもね、クリアパーツでしっかりとね、目まで透き通って見える感じに。いや、これほんとできいいな。うわ、かっこいい、めっちゃかっこいいわ。やっと手に入った、このね、時間をかけてまで我慢して手に入れた甲斐あったなっていうぐらいの造形レベル。これホークスの決定版で間違いないでしょ、はあ、いや素晴らしい。で、台座にこのままはめてみましょう。ということでね、今回はやっと手に入れた、一番くじのホークス、はい、こちらをご紹介させていただきました。いやー、これでね、なんとか、満足しました、はい。ではね、最後は、綺麗な背景にて台座回転してお別れしたいと思います。この度はご視聴いただき、はい、ということでね、今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。